さあ今勉強してきた4つの問題をもう一度ここへ貼っておりますその中で特別にちょっとこう気をつけたいなということに今赤い線を引いておりますねさあここの静かだったという言葉がありますね、えー、この静かだったという言い方は様子を表していますねこれと似た使い方では例えば静かだ静かだろう静かな時もし静かなら 静かでないとというような、そういういろんな使い方がありますね。こういう風うに静かだったという言い切りだけなし。いろんなこの使い方が悪いうことを覚えておいてください。このいろんなこの様子、状態などを表す場合に、こういういろんな言い方があるんだよということね。こちらの方とてもたくさんのありますね。とてもたくさんのことは、これと反対の言い方もいろいろあるわけです。こういうのも程度を表してるんですね。例えば。 少しとてもたくさんの代わりにほんの少しのというような言い方もありますね。それからあ少しばかりの知識と人徳が必要だというもあります。でもこの場合はとてもです。から本当にたくさんのというそれがいるわけです。そしてそ度こちらこつえっ、ー、といしいという言葉にこるわけでいうそれがいるわます、ね。このおおしまいにいいの線つく言葉ね。 これは物の様子を表すんです、えー、弱いとか強いとか高いとか低いとかそれから美しいとかねでここにあるような貧しいというこういう言葉は必ず、えー、高い高ければ高くというような言い方がありますね美しく美しい美しければというようなそういう使い方をしていきますねこれもやはり物の 様子などを表すのによく使われる言葉ですよそれから今度このコツコツというのを見てくださいこれも様子を表していますえ妻がコツコツという書き方もあるしまた他に妻が一生懸命に貯めたのもありますねで妻が、うん、頑張って ためたという、いろんな言い方、書き方がありますね。こういうふうに、このやった状態様子を表すのに、いろんなこの言葉遣いがあるんだよということも知っておいてほしいんですね。それから、こちらを見てください。ずっと昔に言うね、ずっと、ずっと言うのも、これも、これもやはりこう程度です。だから、うんと昔に言うのもありますね。あるいは、もそれにもう一つつけると、うんとうんと昔に言うと、まさに大昔いうことになりますね。 それからついい先ほどいう言い方もありますずっと昔の代わりつい先ほどとかつい去年とかねそうするとその程度がうんとこの今と近いそういう時にはあつい最近とかいう言い方もある。 ずっと昔のちょうど反対がそういう使い方もあるんだよということを覚えておいてください。このように文章を書くときにいろんな言葉によってその様子やら状態をのを書き表していく工夫をしていくと文章が中身が濃ゆく、うん、よくわかるんかね面白い書き方ができるんです。これから文章を作ったり書いたりするときによくそういうことにも気をつけて工夫して書いてくださいね。 で、えー、今この4つずっとこうやってきましたがこれだけの文章を皆さんが楽にですね言葉を聞いてスラスラスラーっと皆この漢字交じる文をしかもどの漢字も間違いなしに書けるようになるとねとても力がつきますからほん、うんと勉強してほしていんですよさて、えー、ずっとこれでかなりたくさんの問題やってきましたね今までやった問題を今度満点ドリルにそういう問題もたくさん持っておりますから。 ぜひ満点プリントを今からしっかりやってくださいね。